こんばんは、こんばんは。国立高校について、自己主張を強いタイプでない場合、あまり合わないでしょうかそんなこともないですよ。自らリーダーシップを取りに行くタイプではなく、高校からの入学でもそういう方向に育つのでしょうかそれでももともとそういうタイプの子が合格するのでしょうかそういったことでもないです。基本的に国立中学校、国立高校っていうのは、いい意味でも悪い意味でも実験台です。リーダーを育てるっていう教育はどうやってやればいいんだとか、日本教育ってどうしていったらいいんだっていうのを考えるっていうことをよくやる。それは先生方もそうなので、 なので、教育の仕方、授業方法、授業システム、そういったものを まあ実験っていう意味で国立中学校、国立高校、国立小学校っていうのは使われたりとかします。なので基本的にリーダーシップの子ばっかりいるわけじゃなくてリーダーシップじゃなくてもうひっそりこっそりやってる子とかもいたりとかします。そういった子に対してもどういった教育をしなきゃいけないのかっていうのを考えるのが国立中学校の考え方です。だけどすごいなと思うのは国立中学校の学力っていうのは全体的にやっぱ高いんですよ。高いんですよ。だから教育はやっぱりすごいんだと思いますよ。僕の中学校でも前も言ったんですけども 三重県で一番中学校で学力が高かったんですよ、はい。そうやって考えるとやっぱすごいなと思います。人数もそんなに多くなかったのに、三重県で一番っていうのはすごいなと思いました。はい、ちなみに、愛兄弟がまが、あ、名古屋で一番、名古屋愛知県だとか、名古屋か。名古屋で一番あの国立中学校と公立中学校を合わせて学力が高いっていう。 時代もありました今は,知らないです今はちょっとそういったデータがあるかないかっていうのは分かんないんで分かんないんですけど昔はそういったデータが出てました。